俺が疎ましいか。ただお前と俺は唯一無二の兄弟だ。お前の超えるべき顔として俺はお前と手を取り続けた。たとえ憎まれようともな。それが兄貴ってもんだ。目を代償に埋められ、愛の代償に憎しみを受け取り、それでもなおイタチは笑って死んでいた。愛の痛みを憎しみが生まれた。間に合わなかったようにこんな世界にいてどうやってこの穴を埋める。心に本物の頭がいないのが一番痛いんだって。やっぱりお前は嫌いだ。かかせ。この社員のやっかい。確かに忍びの世界ルールや掟を破るやつクズ用だった。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。だからお前の手足を折ってでも止めるって言ったな。てめえは一体何がしてんだよ。なんで俺にここまでこだわる。友達だから。何度も絶対に諦めねえってばよ。一人で妄想ばかり穴に詰め込んでみても心の穴が埋まるわけがない。もし行き着くところまで行ってない。まだ死んでるぞ。うちはでも九尾の天柱だけでもなくなってよ。何も世話なくなるや。あの世で本当に分かり合える。お前がこれからどうなると俺はお前をずっと愛している。俺はさっきナルトにおかげになれって言ったんだけどな。ただそれは7代目だ。6代目おかげだ。お前がなれ。カカシ、いい加減おとなしく消えるな。そう思いだ。その唯一が俺だからよ。認めてやるよ。俺の負けだ。